スタジオレインもう遅いな今日は帰るの早いって言ってたのにこれはまた他人の仕事を引き受けちゃってるな、はあまったくもう心配するこっちの身にもなってほしいよ 私をこんんななに待たせるなんてこれは今日にでも一度きつく言っておかないといけないかなこんなに可愛いい彼女を心配させるなんてまったく私はとんでもない人を好きになっちゃったなもしもし仮に他の女と会って 遅くなってるんだとしたらその時はその時はううん、うん、考えるのはよそう私が彼氏くんを信じなくてどうするのそんなこと絶対にしない人だってことは私が一番よく分かってるじゃんんんん ーーーーーあやっと帰ってきたおかえりごはんにするお風呂にする それとも <laughs> どうしたの顔をあからめちゃってまだ何も言ってないよ <laughs> 相変わらず君の反応は見てて飽きないなん <laughs> お風呂ね分かったもう沸いてるから先に入ってきていいよ え私が先に入っていいってううん、うん、私はもう入っちゃってるから大丈夫だよだからゆっくりで大丈夫だよ今日はどうしたの、うんやっぱり他人の仕事を引き受けてたんだ帰るの早いって言ってたのは どどこのどなたですかいっつも他人に頼まれたこと断らなかったり困ってる人を見たらすぐ助けたりさお人よしなのはいいけどさずーっとそうだといつか壊れちゃうかもしれないよそんなのは絶対に嫌他のみんなが許したとしても。 私が許さないんだから君はあまり他人に頼るってことをしたがらないけどさ私のこと周りのこともっと頼ってくれていいんだよ <laughs> 分かればよろしいじゃあお風呂入ってきなよ今日は暑かったから 汗もいっぱいかいてるだろうしね。お風呂に入って、しっかりリラックスしてきなさい。え今日のご飯今日はね、君の好物だよ。カラッと鶏肉を揚げる、あの料理。さ、正解。唐揚げだよ。 君がお風呂に入ってる間にあげておくからじゃゆっくり入っておいではいおかえりもうご飯できてるから一緒に食べよう理並べるのを手伝ってくれるありがとうご飯はこのぐらいでいい もうちょっとわかったお酒はどうするギンギンに冷えたビールと酎ハイがあるけどあわ分かったビールねえ今日は私も飲むのかってうーん今日はなんだか飲みたい気分なのいいでしょうたまには 2人揃っていただきまーす今日もお疲れ様でした <laughs> 久しぶりに飲むと美味しいえ飲み過ぎないでよって大丈夫大丈夫 一巻くらららいなら平気だからそれより君もそんなに飲んで平気今日は飲みたい気分だだってえ <laughs> 何それ私のマネ別にいいけどあんまり飲みすぎないでね。 唐揚げもしっかり揚がってておいしい衣がサクサクでお肉もジューシーでやっぱり揚げ物は揚げたてが一番だねえカラッと揚げるコツ一人暮らしの時にやったやつはこんなにサクサクじゃなかったって あげるコツかやっぱり愛情を込めることかなえー、ちゃんと込めたってじゃあ足りなかったんだよきっと冗談はいいからってもうつれないなでも半分は合ってるんだよ「手間」という名の 愛情を込めるの二度揚げすると衣もサクサクになるんだえ面倒じゃないのかってそれはねおいしいって言ってくれる人がいるからこそ頑張れるの君はいつもおいしいって言ってくれるから作りがいがあるよ。 はい、ごちそうさまでしたさて食事の後は私が癒してあげる時間だようん何その顔は疲れた彼氏を癒してあげるのも彼女の務めだからわかるよ だって、今日の君ものすごく疲れた顔してるんだもんほら君気づいてないでしょここクマできてる取り返しのつかないことになってからじゃ遅いんだよだからさ こういときぐらいは素直に私に甘えていいんだよそれで体をしっかり休めてちょうだいなそんな休めてない君には罰として私のわがままに付き合ってもらうよダめ。 君に拒否権なんてないに決まってるじゃん。というわけでここ私の膝の上においで耳かきしてあげるからあ照れてるでしょまったく。 君は分かりやすいなそんなとこも可愛いよはっ <laughs> また照れた耳まで真っ赤からかわないで耳かきしてよだって <laughs> ごめんごめんでも渋ってた割には 意外と乗り気なんだねじゃあ、お膝においで <laughs> こーら、体こわばらせないのもっと力抜いてほら、緊張しないで私に体を預けてごらん もしかして女の子に膝枕まくらされるの初めてだったりする <laughs> だとしたら君の初めてもらっちゃったなーにびくっとしていったい何を想像したのかなふふフ。<laughs> ごめんごめん私の膝枕はどう肉がよくついてて心地いい何それけなしてるのそんなこと言う人には耳かき棒でブスッとしちゃうよ。 今誰が主導権握ってると思ってるのうん分かればよろしいじゃあ耳かき棒耳に入れるよ耳を傷つけられたくなかったらじっとしててねゆっくりと 耳かきぼを耳の中にカリーカリカリーカリカリーカリー フンビクビクしててかわいいもしかして君耳弱いのじゃこれからも耳かきしていじっちゃおうかなそれは勘弁してくれってでも 私の耳かき嫌いじゃないでしょ <laughs> なら決定ねうんうんうんねえねえあのさ 少し言いたいことがあるんだけどさ今日も一日お疲れ様でしたえいきなり変だってだって言いたくなったんだもんだからいいでしょ きっと今日は大変だったんだよねわかるよ何年の付き合いだと思ってるの特に君は顔に出やすいから私に隠し事なんて100年早いよだからさ遠慮なく 何があったのか、話してごらん。うん。うん。そっか、なるほどね。同僚の人にヘルプを頼まれて、それを断れなかったんだ。 まあ、そんなことだろうと思ってたけどさ。あのね、これだけは言わせて。お人よしなのを、直せとは言わないよ。だって、直せって言っても、君は直す気ないでしょだからさ、 一つだけお願いしてもいい無理だけはしないで。無理なんてしてない嘘。君って嘘つくとき必ずまばたきをするんだ。 どうしたのびっくりしちゃってそんな癖自分にはないって <laughs> 声裏返ってるよだから言ったでしょ私に隠しごとは100年早いってあのさ 隠さなくてもいいんだよ無理してるって辛いんだって弱音も吐いてもいいんだようんうん辛かったよね今日ぐらいはさ私にいっぱい 甘えても、バッチは当たらないんじゃないじゃあ、ふわふわのこれ、梵天で仕上げていくよ覚悟しててねー梵天を耳の中に…ガサガサ… ハ <laughs> やっぱり梵天でもびっくりした <laughs> えくすぐったいってうんわかるよでも我慢してじっとしててね できましたじゃあ最後に <laughs> 最後まで油断しちゃダメだよとりあえずこっち側はおしまいよく頑張りましたじゃあ今度は。 こっち向いて何その顔はもしかして反対側をやらずに終わるつもりだったのダーメ逃がさないからもっと可愛い顔私に見せて。 また顔赤くなってるもしかしてこの胸が気になっちゃうのかなエッチ冗談だよさ反対側にも耳かき棒を入れるよカリカリ カリカリああくびした眠たかったら眠ってもいいよ大丈夫疲れた体には眠ることが一番の薬だからだからさ私のひさで眠っちゃってもいいんだよ ねえさっきの話の続きしていい努力ってね他人と比べるものじゃないの周りに引っ張られて自分の限界を超える努力をしたら本当にいつか壊れちゃうかもしれないからだからさ みんな自分のペースでいいんだよ。君はゆっくりで大丈夫だから。周りに何と言われようと自分のペースでね。それに文句言ってくる人がいたら私に言って。そんな人は 包丁でトントン刻んで鍋でグツグツ煮込んじゃうから昔から君って休んだりするのが苦手だったよね休む暇があるなら練習した方がマシだって言ってそれで熱中症になって倒れちゃって後から先生にこっぴどく怒られて 変わってないね。昔から昔から頑張り屋の君が好きだったよはいこっちも仕上げしていくよ眠たかったらそのまま寝ちゃっても構わないからね ぼんてんを耳の中にガソ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 どうかな気持ちいいって聞くまでもないかその緩みきった顔を見れば。 一目瞭然だねもっとその緩みきった顔を私に見せてこーら手で顔を隠さないの。 さて、仕上げに <laughs> はいおしまいじゃあ次はなでなでしてあげるこのまま私の膝の上にいてね照れくさいからやめろってダメ これは頑張りすぎの君への罰なんだから私が満足するまで罰は終わりません君に決定権も拒否権も残されてませんなでなでいい子いい子今日も一日。 お疲れ様でした偉い偉いえ何が偉いのってだって一日を過ごすのって昔と比べると大変になったと思うの特に男の人って。 今どき電車で立ってるだけで痴漢だーって騒がれたり話しかけるだけでセクハラーって言われたりするでしょ男の人が生きにくい世の中になってると思うのでも君はそんな世の中でも今日まで生きてきた今日まで 何事もなく過ごしてきたそれって本当にへらいことだと思うのだからこうして私だけでも褒めさせて厳しいこと言った後はあをあげなくちゃねよしよし 今日まで本当にお疲れ様でした心も体も今だけはしっかりと休めてねとうとう寝ちゃったか。 やっぱりずっと気を張ってて疲れてたんだよねうんゆっくりお休みかわいいかわいい私の彼氏さんあ起こしちゃった今何時かって今夜の1時。 ああ、ごめんごめん君の寝顔見てたらついいじりたくなっちゃって <laughs> そんなに怒らないでよ起こしちゃったのは悪かったからさずっと起きてたのってううんちょっと前になんだか目が覚めちゃってにしても 無防備の寝顔可ふふったよ <laughs> あ顔まっかそうやってすぐ照れるところも可愛いコーラ背を向けないのこっち向いてまあ君のそうやってすぐ逃げるところも可愛いからいいんだけどね えいつから見てたのかって君が寝てからずーっと見てたよだって可愛いいんだもんねえねえこのままちょっとちょっとだけ夜更かししない明日は君も私も休みだし予定も何もないじゃん特にさ最近こうやって。 一緒に寝る機会も減っちゃってたしさだからさ、ねいいでしょ今日はちょっとだけ、私のわがままに付き合ってやったじゃあ決まり何かやりたいことある寝るそれ以外で じゃないと意味ないじゃんわかったならほらこっちおいでぎゅーそんな抵抗しないのほらもっとこっちおいで出れないのほらもっともっと こっちにおいで私の胸に飛び込んできてぎゅー <laughs> ちょっと苦しいごめんごめん少し腕の力緩めるね <laughs> 相変わらず 抱き心地いいね君それにいい匂いやっぱり君を抱いてるとなんだか落ち着くんだ疲れが取れるっていうかさなんとなくだけどそんな感じがするんだえ気のせいだって ううんそんなことない私がそう思うんだからいいのそれともさこうやってされるの嫌いもし嫌いならごめんね今すぐやめるけど安心するからもっとやってほしい そっかなら安心したううん謝らなくていいの私がやりたくてやってるんだからさだからね君は私にただ甘えてればいいのねえ明日さ二人とも休みじゃん 明日、2人でデートしない ?2 人でのんびり散歩それとも涼しげな水族館映画を借りて家でゴロゴロするのもいいな場所は君が決めていいよ君と一緒なら何をしたって私は楽しいんだからさえ 君も私と一緒ならどこでもいい君ってたまに恥ずかしげもなく恥ずかしいこと言うよね。えいっつねらないでよってただの照れ隠しです。そうだなやっぱり君。 疲れてるだろうし明日はのんびり家で過ごそうかそうおうちデートゆっくり起きて朝ごはん食べてなんとなしにテレビ見てそれで昼ごはんにしよう午後ものんびりゴロゴロしてそれで夕ごはんは一緒に作ろう 明日の夕ごはん何か食べたいものあるうん分かったすき焼きねなら午後から二人で買い物行こうあのさこのまま明日って何気ない日になりそうじゃんだけどさ君と過ごすそんな時間が 私にとって何よりも幸せな時間なんだ君もそう思ってくれるんそっかそう言ってくれて嬉しいよ <laughs> また照れてる私の胸に顔うずめたってわかるよ <laughs> だって耳まで真っ赤だもんわかりやすくて頑張り屋でかわいい君が私は好きだようん大好きう <laughs> うんあ <laughs> 話してたら。 なんだか眠くなってきちゃった。君と一緒だと、なんだか落ち着くんだ。でも、まだなんだか寝たくないな。こんな時間を過ごせるのが、なんだか愛おしくて、もったいない感じがしてさ。え 明日もあるから大丈夫だって <laughs> そうだねうん <laughs> そうだねうん <laughs> きっと大丈夫だねこのまま一緒に寝ちゃおっか今日はもう。 君のこと話さないからうんおやすみ明日もいい日でありますように